はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします今回は薬剤師正社員6ヶ月目の方の給与明細です仕事内容は調剤薬局で薬剤師としての業務調剤や監査投薬薬の在庫管理や患者様からの健康相談 OTC 薬品の販売です必要な資格やスキルは薬剤師免許勤務時間が1日8時間で 残業は日によりますが月に5時間程度収入が年収500万で薬剤師になりたい方へのアドバイスとしては薬剤師国家資格を取得しても調剤薬局の仕事は結構コミュニケーション能力も必要だと思いますので頑張ってくださいで給与明細です、えー、基本給が33万5000円薬剤師手当4万5000円残業手当3 8793円 で通勤費13,870円が入って総支給が43万2,663円、えー、そこから控除が引かれて手取りが36万4,405円となっています、えー、今回は薬剤師6ヶ月目の方の給与明細でしたやっぱ国家資格で、えー、まあ、全体的に給料が高い業界ってこともあって、えー、1年未満でもこん,こんだけの給料がもらえています 今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。